ビク旅です。今回は東京都北区赤羽へやってまいりました。早速乾杯。今回は田舎三昧とんぼさんへお邪魔します。視聴者様から教えていただいたお店です。ありがとうございます。センベロの聖地と言われる赤羽の中では落ち着いた雰囲気のお店です。お品書き、揚げ物が多い印象ですね。飲み物です。そしてこちらが本日のおすすめ、綺麗な達筆です。字は人を表すと言います。期待高まる。それでは本日も最後までお付き合いいただけると嬉しいです。いいね。GO!牡蠣の燻製です。わあ、美味しそう。美味しそう。あ、すごいね。うん。あ、すごい。これ、ね、通常の数倍うまい。牡蠣が苦手な人も食べるかもしれない。少しこういう燻製することによって肉っぽさが香り出てる。やっぱり燻製の方が美味しい。進んじゃうよね。すごいね。初めて見る。高さ。エアドロップ。これですよ、これ。サラダもすごく崩すのがもったいないんだけど、ちょっとね、すいません、いただきます。ほんと綺麗、丁寧だね。やばい、もうすでにだいぶ満足度が高いね。はい、じゃあ角ハイボールね。はい、これと、なんかさ、合わせるお酒によってずっと変わってこない感じだから、おそらくこれちょっとね、ミルクと違うと違う、で、そう思う。超合うよね。はい、この大トップリですね。はい。はいよ。
ああ、違うね。ああ、こっちの、あれマリアージュ。燻製にしてさ、本当美味しい食べ物、なんかベスト3ぐらいに入るんじゃない？美味しいの。え、入るの？ねえ。だってうちらなんかね、燻製さ、キャンプでさ、餃子やったんだよ。そうそう、餃子、餃子の燻製してる。餃子の燻製してるんだよ。しかも餃子、カレー餃子にも、カレーにも入れたりして、何でも入れる。何でも餃子入れるからさ。香りの付け方とか多分やっぱすごく上手なんだけど、素晴らしい。無常者ね。なんかすごくね、上品なあれなんだよ、秋なんだよ。腕が出てるような感じで、うん、決してさ、これ安いわけではないんだけど、あの値段以上、マジで、ね、はい、紹介しました。とっくり台ネギとかさ、綺麗に添えてあるのがいいよね。攻略しないとこれまで感じます。
まあまあ、ちびちび行こう、うん、ちびちび。日本酒酔えるからいいわ、本当。これが3つ目かな、やっぱり。はい、ややこよ。なんかさ、この豆腐もすごい美味しそうじゃない。こっちがガッコチーズね、これが。イブリガッコとクリームチーズ。あー、美味しそう。間違いないでしょ。この日本酒ちびちびセット最高だね。そうそうそう、これ今が一番最高の旅時。だんだんね、上手になって。すごくいい旅時だわ。ダメです、増えちゃうんだよ。この炊き込みご飯と、あとこれはとろろそばね。とろろそば、あー美味しそう。冷えてるよ、美味しそう。いただきます。これ絶対うまいでしょ。香りがいいね。贅沢、贅沢な締めだな、これ。めちゃめちゃ量が多い。とろろそば。うわ、これはいいね。2つね。はい、お疲れ様。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価いただけると励みになります。コメントもどんどんお待ちしております。次回の赤羽続編もぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。ビクトビでした。またね。